ドリームチェイサーです。今回はこちらヒーリングとプリキュアのニャトランのケーキを作っていきます。はい、プリキュアキャラクターシリーズ第4弾になります。今回は、5号の型を用意しました。底が取れる型を使います。この底の大きさに合わせて切ったオーブンシートや写し絵の紙、これをこんな感じで絵の上に重ねて油性のペンで写し取りました。こちらをひっくり返して型の上に乗せます。その上にジップロックなどのフリーザーバッグ、同じく型の大きさに合わせて切ったものを重ねます。今回ね、ちょっとこのところが留めにくくはなるんですが、なるべくラインと被らないところをテープで留めてあげます。この部分とかね、気になるところは斜めにテープを留める感じにしてギリギリまでしっかり留めてあげましょう。はい、今回はここを中心に 1,2,3,4,5,6,7,8 箇所留めました。ここを留めたら反対側、そしてこう対角線上に留めておくとピンと綺麗に貼った状態でくっつけられるかなと思います。はい、たるみがあったら引っ張って貼ってあげてください。テープとテープの間をこうめくってみたときにベローンとめくれ上がらないことを目安にしてあげてください。めくれ上がっちゃうようだとチョコレートのラインが歪んでしまったり割れてしまう原因になります。ではこの上をチョコレートでなぞり書きしていきましょう。はい、このように滑らかに溶かしたチョコレートを用意します。今回は明治のミルクチョコレートを小さなココット皿に入れて湯煎にかけて溶かしました。爪楊枝の先につけて絵の上に乗せていきます。利き手と逆側からやるとやりやすいと思います。ちょっと塊がね落ちそうという時は、ちゃんとこうチョコレートの方に戻してあげて、なるべく安定した状態で描いてあげると1本につなげやすいかな。私もねその時々によってチョコレートのご機嫌が違うので難しいんですけど、こんな感じでラインの上に乗せていきます。 V 字のところがたくさんあります。ちゃんと綺麗にラインになるようにここは2回に分けて V を書いてあげてください。こんな感じですね。はい、このようにすると仕上がりがとっても綺麗になります。ニャトランも可愛いキャラなので、アウトラインはかなり太めになっても可愛い仕上がりになっていいんじゃないかなと思うんですが、目のあたりなど後々色分けをするあたりのものはしっかりと綺麗なラインで描いてあげるといいと思います。特に目とか口とかね、そういうところは表情にかなり大きな影響を与えてしまうので綺麗に描いてあげてください。ではこちら完成させてしまいます。チョコのペン書きが終わりました。ではこちらはしっかりと固まるまで冷蔵庫や冷凍庫で30分くらい冷やしておきます。その間にクリームの用意をしていきましょう。色付けの準備に入ります。はい、では色作りの準備をしていきます。こちら製氷機に用意したのは植物性のホイップクリーム、1パックに対して大さじ1ぐらいのお砂糖を加えて電動ミキサーで約1分から1分半ほど泡立てたものになります。大きな泡が消えて液状からほんのりこのトローンとした感じのクリームになるぐらいで大丈夫です。しっかりと固く泡立ててしまうと色が混ざりにくいので注意してください。はい、食用色素は、赤、黄、青を用意しました。こんな感じの粉状のものを一時的のお水またはお湯で溶かしてあります。そして今回目の色とかに茶色がありますね。チョコレートの茶色を入れてしまうとちょっと濃すぎるかなと思ったのでココアを用意しました。純ココアパウダー、お砂糖が入っていないもの、スプーン、小さいスプーン1杯に対してお湯スプーン 2,3 杯ぐらいでこんな感じで練ってあります。こちらは、水ではこのように滑らかに溶けなくて粉っぽさが残ってしまうので必ずお湯で練ってあげてください。
はい、では作っていきましょう。今回そんなに難しくないですね。ということでどんどんいきます。はい、まずは赤、耳の色いきましょう。ちょっと2色、ほっぺの色にも使えそうなピンクと、薄いピンクがあるんですが、とりあえず混ぜてみてどっちの色にしようかなっていうのを考えていきます。あ、ちょっと濃い色でしたね。そしたらこの内側、耳の内側とほっぺにこの色を使いましょう。で、この薄めたピンクの部分を横に取って、もう一段明るい色を作ります。はい、この優しいピンクを外側に使っていきます。自分でこう混ぜてみた時に薄い色が一発で決まったら、隣にそれよりもちょっと食紅の量を多くしたピンクを作ってあげると、まあどっちにしろ2色できると思います。そんな感じで作っていきます。では、ニャトランの黄色を作りましょう。お顔の色とかですね、ちょっとたくさん使うので多いところに入れます。といってもこのマス全部は使わないと思います。はい、まず混ぜてみるとこんな感じ。ここに少し赤を入れます。そうするとちょっとこれ濃かったかな、濃すぎましたね。はい、ここに黄色を足してもどうにもならなそうかな。あ、でもそうでもない、でもこの色は濃いな。ちょっとこれを薄めていきたいと思います。どこまで薄めるか、逆が良かったかな。あ、でもこの色いい感じ、ちょうどニャトランっぽい感じの色になってますね。気持ち濃いめに入れます。というのも、黄色の色は抜けやすいので、はい、完成した後ね、食べさせるまでにちょっと色が抜けないように、少し濃いめに入れます。今回はこの色を使いましょう。はい、この部分の色は残しておきます。もしね、足りなくなった時には追加で同じような形で薄めてあげればいいかなということで置いておきます。では、この前髪や、顔の横の部分のオレンジを作っていきます。オレンジは赤と黄色。はい、ちょっと濃いめに取っていきます。はい、そのままぐるぐるぐるっと混ぜると、おー、結構綺麗な感じのオレンジができました。でもここにさらに赤を入れます。ニャトランの色はちょっと赤強めの、オレンジになるので覚えておいてください。はい、赤をぐーっと強めました。そうするとこんな感じ。これを横に薄めます。はい、薄めるだけでうまくできるかな。もうちょっと濃いめにした方がいいかな。影の部分と周りの部分の色の違いを今出していっています。あんまりね、変わらないんですけど、オレンジっぽさが抜けたら嫌だなという感じがしていて、今迷っていました。はい。今ちょっとね、もうちょっときつめで、オレンジにしました。で、こっちにももうちょっと足します。同じ色になると差が分からなくなるんだけど、それでも色が抜けた感じにならないようにしっかり入れてあげたいんですよね。はい、どうしようかな。影の部分ちょこっと茶色を入れて薄める感じにしようかな。今ここに映せるだけ映してしまって、明るい方の色はもうこれで決定してしまいます。はい、綺麗に混ざりましたよね。で、色が薄まらないのでこれで大丈夫で、この部分にちょっと茶色を入れます。濃い部分ですね。ちょっと茶色を入れて混ぜますと、どうかな、濃すぎたかな。じゃあここに赤を足します。うん、そうすると、あ、いい感じかも。では影の部分はこちらのちょっと茶色と赤を、強くしたオレンジを入れていきます。少ないかなと思うかもしれませんが、この量あれば十分です。
はい、では続いて茶色いきましょう。ニャトラのメメ、はい、茶色はどっちにしようかな。クリームを茶色の方に入れていこうかな。どうしようかな。ほんの少しなんですけど、あ、じゃあここに入れましょう。端っこに少しの量しかないだろうなっていうものを入れるところを作っておきました。はい、クリーム少なめに取ったところですね。そこに今この色を入れてみたんですが、ちょっと暗いかな。じゃあここに黄色を入れます。はい、黄色を入れるとちょっと柔らかくなります。栗色っぽい感じですね。ヤトランの目はどうかな。うん、こんな感じかな。じゃあ今回はこちらの色を入れていきます。ちょっと明るめの茶色になりました。はい、あとはあってもなくてもいいなとも思ったんですけれども、一応この首元の影の部分の色ですね、はい、少しだけ水色を入れます。で混ぜます。水色を入れる、青を入れると水色になります。こんな感じのふんわりした水色ができればバッチリ OK。 はい、この色より、もうちょっと薄かったかな。はい、これぐらいがいいかな。そのままを表現するんだったらこれぐらい。あー、灰色もね、必要だったのね。灰色はちょっとやりたくないので、この色で今回はいきます。で、ヤトランの胸元、キラキラっとしてるところ、結構濃い色の黄色なので、この色をそのまま入れてしまいたいと思います。はい、というわけで色作りは以上になります。作った色をどんどん絵の中に入れていきましょう。はい、ニャトランの色塗っていきます。どこからスタートしても今回はそんなに滲む感じがないかな。滲むところは、うまく区切ってあるので、はい、安心してやっていきましょう。とはいえこの点線部分から先に塗った方が後々塗りやすくてやりやすいかなと思うので、ここからスタートしたいと思います。まずはオレンジの前髪からいきます。はい、クリームを取ったら真ん中あたりにのせて、一番太い部分ですね。で先の方に伸ばしていきます。そうすると綺麗に仕上げやすいです。細かい部分の時には新しい爪楊枝に持ち替えて塗ってあげると断然やりやすくなるので、もしくはね、拭い取って、クリームをきれいに拭い取ってもう一度使用してあげるような感じにしてください。では同じように囲ってあるピンクのところ塗っていきます。たまに角度を変えながら端のところまでしっかりと入るように気をつけて入れてあげます。同じ色を入れるほっぺの部分にも入れていきます。では続いてはこちらも点線で囲っている水色の部分いきましょう。はい、あとは目の部分を先に塗ろうかな。こうやっていろんなところを塗ってる間に、初めに塗った部分が少し落ち着いてくるので、そしたらその隣の部分とかにも塗っても、色が漏れでなくて綺麗に仕上がりやすくなります。暑い時期なので、クリームがだれてきたり
ちょっと作業しづらいな、チョコレート溶けてきたなっていうのが見えた時には冷凍庫に入れて10分くらい凍らせてあげましょう。その後また取り出してやるとチョコレートが固まってるのですごく作業がしやすくなります。はい、その他にもお部屋の温度ですね、ちょっと今撮影しやすいように冷たい部屋で、クーラーを切って作業してますが、本当はクーラーガンガンつけてた方がいいです。なのでちょっと寒いなーってぐらいのお部屋で作業してあげてください。冬の時期に作るときには暖房つけないであった方が仕上がりが綺麗になりやすいです。はい、ではそんなに難しい作業じゃないと思います。サラサラーと塗って完成させてあげましょう。白以外の色を塗り終えました。では塗り残しがないか確認していきます。テープを外して下絵を引き抜いていきましょう。はい、テープを外すのは 2,3 箇所で大丈夫です。あまり浮き上がらないようにしてそっと下絵を引き抜きます。テープはグッと引っ張って元に戻しておきます。はい、こうすると塗り残しや穴があると分かりやすくなります。確認して塗り残しがあったら塗り入れます。大丈夫だったらこのまま冷凍庫に入れて約1時間ほど凍らせてください。その後取り出して周りの部分と目やこのふさふさのところに白いクリームを入れます。白いクリームを入れたらもう一度冷凍庫に入れてさらに15分ほど凍らせてください。はい、顔のパーツそして周りにも白いクリームを入れて冷凍庫で冷やしたものがこちらになります。はい、このようにすると周りに色が漏れ出ないので綺麗な仕上がりになります。では型の中に入れてこの上から色付けの際に残ったホイップクリームをもう一度泡立て直して8分立てぐらいにしたものを流し入れます。絵が動かないようにふわっと角が立つくらい、がっちり固めなくてもいいので角が立つくらいまで泡立てて流し入れてください。すべての量入れると多すぎると思うのでぐるーっとこうやってクリームを周りに流し入れた時にすべての面が埋まるぐらいであれば大丈夫です。多分半分くらい、半分も入れなくても大丈夫かもしれません。なので様子を見て入れてあげてください。流し入れて平らにしたら冷凍庫にもう一度入れます。さらに3時間以上しっかりと凍らせてください。表面に触れた時にすべての部分が固まっているような感じにしましょう。すべて凍ってないと取り外すときに絵が崩れたり、綺麗に外れなかったりします。冷凍している間にケーキの土台作りをしていきましょう。ケーキの上に最後この絵を乗せる状態まで作っておきます。はい、こんな感じで流し入れて平らにしたら冷凍庫に入れます。はい、冷凍庫で3時間くらいしっかりと凍らせたものがこちらになります。ではケーキの上に乗せていきましょう。今回は型から外してラップにくるんで保管しておきました。こうすることで手早く作業ができます。暑い時期になってきたのでケーキの上に乗せるときに手間取るとうまく剥がれなかったりすることがあります。このように保管しておくと手早く作業ができておすすめです。はい、このようにしまっておくときにはジップロックの部分は外さずにラップにくるんでおきましょう。はい、ではケーキの上に乗せて軽く上から押して固定します。テープの一箇所を持ってそっと上に引き上げるようにして剥がしていきます。はい、凍ってるうちに取らないと綺麗には取れません。手早く作業しましょう。はい、いい感じ。ではぐるっと一周クリームを絞って飾り付けをしていきましょう。はい、ちょっと斜めな感じに絞って縁の部分を隠していきます。はい、可愛く縁取れました。
では元気な感じに仕上げるのに、今回はカラースプレー、チョコスプレーを使っていきます。はい、側面とかについてしまってもとっても可愛いので、もう大胆にたくさんかけてあげてください。ではここにフルーツをトッピングしていきます。はい、今回はキウイフルーツを星形に切ってみました。種の部分が入らないようにして切ると綺麗な黄色が出ます。合間にブルーベリーも飾ってみます。はい、ということでニャトランがなるべく隠れないように飾ってみました。いかがでしょうか。はい、というわけでこちらで完成。今回はヒーリングとプリキュアのニャトランのキャラケーキを作ってみました。いかがだったでしょうか。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。